数年間はまず修行、まあ、僕は今考えてるのがやっぱり大規模農家でやってるところに就職していろいろ勉強して学んでいろんなスキルを学んでそこから起業しようと思ってるんですけども、僕5年以内に起業するって決めてるんで、だから貯金もちゃんとしてますし、それに乗った計画も全部立ててるんで間違いなく起業できると思うんですけど、僕今までこういうふうに農業なんか毎日帰って勉強したりとか本読んだりとかインターネット引っ張ってきていろいろ勉強してるんですけど、結局今の農業のスタイルでこれからやっていくっていうのは正直厳しいと思うんですよ。なので僕の考え方はちょっと皆さんと違うんですけども、今までの農業のスタイルを変えて、作ったら作っただけ安く高くあるんじゃなくて、みんながね将来に対して元気に笑顔でいられるようにそんな環境づくりを僕はしたいなと思いまして、だからそういったしたいなというかするもう僕決めちゃってるんで、そういうのをみんなでやっていきたいなとすごく感じてます。ありがとうございます。まあ、価値を持たせる農作物作りってことですよね。はい、あとのかっこいい農業をやったりですね。農業っていうとなんかダサいとかなんか収入がないとかそういうんじゃなくて、農業だって頑張ったら稼げるんだってことを証明したいですね。はい、あと農業の農業も知らない人間が頑張ればこれだけできたって言ったから、他の人たちに分かっていただければ農業でも農業その他の業界でも一生懸命やればこれだけ収入取れるし頑張れるんだってことをこういうふうに発信していきたいですね。はい、二重三重の意味で開拓ですよね。そうですね、ある意味維新ですよね、はい。まずはやっぱり大規模農家でやりたいので、無人ヘリ、そしてエコファーマーとか、あとやっぱりそういう風に商品として付加価値をつけた商品を販売していきたいの で、僕が住んでるとこちょっと成田なんですね。成田なので成田というブランド名を使えるので、そういったものに対して付加価値をつけた商品をつけていきたいから、エコファーマーですとかそういったいろんな資格は取っていきたいですね。はい、常に何か取ってるらっしゃる。まだ小型特殊とかフォークリフトとか、あと、まあ、基本的な資格しか戻ってないんですけど、これから11月に大型特殊とか、はい、あとは牽引とかも取る予定なので向けて、はい、まあ、どんどん猛勉強猛実践ですね。そうです、本当に安いなみんな夢を語り合って、将来ああなったらいいよねこうなったらいいよって皆さんそういうふうにお互い刺激し合って、はい、生きる仲間です。